はいこんにちは漫画家ためになるラジオの時間です後藤ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますおっとよしきさん、うん、声がよく聞こえるようになってるんじゃないのかい重大発表がありまして <laughs> やはりかそんな気がしてた <laughs>、はい、あの YouTube のコメント欄で教えていただいたんですが、うん、親切な方に <laughs> うん、うん、マイク逆じゃね っていうのに <laughs> <laughs> 第90回,目の配信で回90回なんですよ、ねはい、90回,90回っていうまあまあやっててずっとなんか声のあれが良くない気がするなーって思い続けてたんですけどついに判明しました <laughs> マイクが逆だったっていう。<laughs> <laughs> 逆だったか <laughs> ちょっとねよく気づきましたね<や>そのことにすご,すごいですよねなんか見てる人はやっぱすごいなって思いました、ね、いいよね,ねなんかちょっとスイートスポットを外しているような気がするよ、うん、みたいなそう,そうですねコン,コンデンサーマイクってねなんか中に円盤見てないっていうよねそこにねこう当てるといいみたいな説ありますが 気にもしたことなかったんですけど確かに円盤があるなっていう <laughs> なんかちょっと全体がこう,るなとうん覆われてるんで実際の形は分かんないですがなんかあの確かに蜂の巣みたいな感じで何か丸いものがあるなっていうめちゃくちゃゃくくよ聞こえます,よ<う>すごくいい,いい声ですよ なんかおかかしいななとは思ってたんんですよねなんか世の中の配信をやってる人はこんなに声張ってるとかちょっと考えづらいんだけどなとかずーっと疑問だったんですよね。なんかプロの方とかともかくねその家でお父さんお母さんの目を盗んで配信してるような人たちもたくさんいるでしょうに。そうだ、ん、ね いや我々はあれですね聞いてくださる皆様のおかげで徐々に良くなっていくというのを大変していますねこのラジオはね皆さんともにある皆さんがいてくれないと我々は何も気づけないよね。90回目で逆ってことに気づくっていう歩みの遅さって大丈夫なのかっていうのはありますがまあ大事ですよね。 一生気づかない可能性だそうだよね。うん、僕ね今日ちょうどその話したかったの。<ー>気づきの話をね。<laughs> ちょうど <laughs> <laughs> 今日はちょっと本を紹介しようかなとね思ってたんですけどそれが本当にね、うん、まあ気づきの話と言ってもいいんじゃないかなということだってなかなか人間は気づけないよねみたいな。 ちょっとだけ僕めちゃめちゃ実はずっと難しいなって思ってたことがあってそれに少しだけ解決の糸口が見えたからちょっと今日はそんな話をしようかなみたいに思ってた。おお。するしましょう。しようか。 僕はマイク逆にすると良くなるっていう気づき以上の気づきは多分今年も得られることはないのでどんな <laughs> どんな話をされても、まあ、そういう見方もありますよねで受け止める受け流す可能性もありますけどでも後藤さんがそんなねちゃんと <laughs>「セーブ・ザ・キャット」とかみたいなやつじゃない普通に本の紹介をしたいっていうのは <laughs> うだ,、ね、だいぶい、ね、だいぶの気づきが。 うん、ちょうどあれだもんね、7月入って、今年の後半に入ったっていうかにあるから、確かにこの後半に入って、初めてのこの気づきがそれだけでかいと、もはや今年これを超えられるのはちょっと、もう下半期の重大な気づきを早々に得てしまってますからね。うん、いやでも逆に、どんな気づきも今なら、フラットに受け止められる気がするので。 じじゃあこちらです、ねユートムというねこれ何さんですか戸<う>谷幸さんのね書籍でこれあれだね一秒さんがねあのー、コルクでも一緒によく本を出していたりする一秒さんが中の4コマとかも書いててそのことで非常に分かりやすくなっているこの「ユート という本をですねちょっとおすすめされたんで読んでみたわけなんですよ。でこれ何の本なのっていうとこの本にも何の本かよくわかんないですよねみたいなことが書いてあってそううい一体これはそう裏にも書いてある一体これは何の本なのでしょう一言で表現すればものの見方の一つを提供するための本っつってなんか役に立つような立たないようなよくわかんないけど本当に見方の考え方の視点の話だから。 うんなんかねでもあ分かる分かるそういうことあるわっていうことはねいっぱい気づけるしとにかく何か今詰まってたりこのラジオとか特に皆さんがお便りくれる時って大体何かにお困りじゃないですか <laughs> まあ困らないと送,って <laughs> 送る理由も <laughs> <laughs> そうだよねでお困りの方は総じて聞くんじゃないかなっていうのが。うん、おそんな そんな多くの人にで、ね、じゃあその前にこの本が何を言ってるかを言う前にちょっと紹介をするんだけど、うんうん、僕がずっとこう会社もやりながら漫画も作りながらはい、はい、みたいな時にある課題感をも持っていましたと。うん で,でもそれがあまりにも解決が難しくてここで話すこともしてないことが実はありますというのがあってそれが何かっていうとえっとできない自分を責めてしまう癖をどうしたらいいんだろうかという問題なのね。 何かが上手にうまくいかなくなった時にこれは仕事でも漫画でもそうなんだけどな、うんで自分はできないんだろうっていうできない理由をいっぱい探し続けちゃってこうだからできないんだこうだからできないんだっていうふうに自分を責め続ける思考にとらわれてしまってでそこから本当はでもさ そんな仕事をしてたっていつまでもできるようにはならないじゃないですかずっと攻め続けるだけだよねまあ <laughs> そうですねそれはうん。でもそうじゃなくてなぜできないかを考えるんじゃなくてどうやってできるかを考えるっていうシフトチェンジだよね思考のチェンジうん。なぜできないのかっていう理由を探すんじゃなくてまあ、どうやったらそれが解決できてできるようになるんだろうかということに、うん 思考をかん、移していくみたいなこと。で、これ言葉で言うと簡単なんだけど、うん、とはいえもう思考ができないっていう、なんでできないんだ、なんで俺はできないんだ、とね、なっちゃってたり、まああとはそこからさらに自分を責めて、かつ人を責めるパターンもあるんでね、うん、こうできないのは、 環境が悪いとかそそれは多そうですよねね、みたいなことで、まあ、多責になったりとかうん、うん、そういうようなことが起きたりするっていうのはでももはやちょっと思考の癖的なところもあるからおうどうや、まあ、なぜできるかを考えるんだよって言い続ける以外に。 なんかあんのかなみたいなうん,うん、うんうんうん、<laughs> いやでも分かります分かりますなんか変え,変えられなさそうな部分、ね、そう変えられなさ <laughs> そうだよねみたいなのをちょっと思っていたんですよ、うんうん、でこの言うと無っていうのは、うん、ある種これ2つの世界観2つの考え方を話ししてる本なんだけど えっと思考の癖である,あるところあるものを見てあるものを考える考えがちな人とな,ないものを考えがちな人っていうのの2つのパターンがありますよねみたいなことを言っててまあこれどっちがいいっていうわけでもな,ない話ではあるんだけどそういうタイプの 違いがそもそももありますよね確かにあり。で、これの本のね、最初に面白いのが、一番最初にいきなり問いかけられるんだけど、うん、あのー、家の中にあるものを30秒で考えてくださいみたいなこと言うわけ。ほ<う>ね皆さんぜひ考えてほしいんですけど、家の中にあるものを30秒で考えてくださいって言ったらさ、 結構ボコボコ出てくるじゃないですか。もうもうもう。コーヒー、カップ、あそこまでだ。気持ち。ね、照明もあるし。よく考えたら空気もあるよねとか。空気までありにしちゃうんですかまあ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 、いろいろありますよね、とりあえず。で、その次に、じゃあ、家の中にないものは何ですかって言われると、30秒。 って言われるとどう皆さん家の中にないもの出てきた <laughs> 30秒経ってんねいけどでこれ面白いなんて思うのは家の中ででそれを考えてみましたかって後にきっとこういう思考の流れをになりましたよねみたいな感じでこう思考の流れをね教えてくれるんだけど、まあ、家の中にないものってまああるものっていうと 基本的には見渡したものベースで目に入ったものからどんどん上げていくものであると。なんだけど、ないものって言われたら、まず一瞬戸惑いますよね、みたいな。そうですね。うん、確かに。<laughs> 一瞬考えちゃす。一瞬考えちゃいますよね。で、なんだけど一瞬真っ白になると、その後でも何かをのきっかけをつかめば、すんなりどんどん出てくるようにな,なると。まあ、例えばじゃあ、山とかでっかい木、川、海、魚。 ね動物鹿みたいなさ猫なんて鹿言ったかわかんない急に。が好きだからね、<laughs> とかまあ正直めちゃめちゃ出てきますよねって言ってて、うん、なんか実は家の中にないものっていうのが一瞬戸惑って考えにくいんだけどよく考えたら家の中にないものの方が、うん。<laughs> めちゃくちゃゃく実は多いのののであるとこの世の中に、ね、家の中にあるものはほんのちょっとでもっと幅広い範囲に家の中にないものがめちゃくちゃあるんだけどただこのない家の中にないものに視野を移してここのことを考えている人といない人がいるんだというような話がこの話なのよ。このの本でずっっと言ってることな,のな,るなるつまり あるもののことばっかり目がいっちゃって、うん、本当はその周りに無限といっぱいある目に入ってない、うん、な,ないものっていうものを、うん、に思考がいかないっていうことだよね、うん、でこのことっていうのはあ確かにめちゃくちゃそうあるかなとでなんか地球の例えもしてたんだけど、ね、地球のことは考えやすいけど、うん ね、本当は地球の周りに宇宙っていう無限の存在があってもうこれ本当に無限の数だけものがいっぱいあるはずなんだけどそのことっていうのはやっぱりあんまりこうつかみづらくて考えづらくて、うん、じゃあ宇宙の、ま、地球じゃない宇宙の周りに何あんのって言われた時に本当は無限あるはずなのに<ー>あれすればなんだっけみたいな確かに感じに。うん ななっていいいくんででございますよみたその思考の思考の癖みたいなところで結構ひそ,のそのあるものを見てる人とないものを見がちな人で結構そもそもずれて、うん、会話も成り立たないしみたいなことを言ってるしその思考法の違いによってまあ要は詰まっちゃってる人とかも結構いるんじゃないの、うん、っていうのが提示されている本なんだけど、うん、あこれはなんか。うん めちゃくちゃいろんなことをいろんな問題の根底にあるかもしれないなーっていうのをねちょっとね思ってたわけさ、うん、皆さんもだから多分大きく分けるとこのある方を見がちな人とない方を見がちな人っていうのが多分いて、うん、みんなどっち型ですかっていう感じなんだけどでね さっきの話で言うとさっきの話って何、うん、で自分ができないのかっていうこれちょっと逆転しちゃうんだけどあのできないの方だから一瞬ない,ない話なのかと思いがちかと思うんだけどそうじゃないと僕は思うんだけどつまりできない理由っていうできない理由はたくさんあげやすいじゃないですか目に入るからこれも。うん ね、俺この能力ないしなとかお金もないし時間もないしなっていうなんか目に入るものポコポコ出していきやすくてまあちょっと限られた視点の中で完結しちゃうんだけどでもよく考えたらその周りには視野を広げにくくて気づかないかもしれないけどそれをできる理由って無限にあるんだよね本当はきっと。あらゆる その課題を解決する手段っていうのは本当はめちゃくちゃあるんだけれどもなかなかそこに視野が視点がいかなくて結構わからないっていうことがあるなっていうのが思っていて、うん、でこれってそうかなんか思考の範囲の話なんだなっていうのがめ じゃあ思いましたとでなんかね図が何度も図が出てくるんだけど見えるかなここで。ねこうやって考え方の中でなんかあるものが多く占めてる人とない型の人はない、うん、思考の人はあるものは中心にちょろっとだけあってその他の部分っていうのがめちゃくちゃ多く占めてるんだよねみたいなことを。 ひたすら言っているいろんなパターンいろんなすれ違いの中でこういうことが起きてますよねっていうのを解説してくれてる本なんだけどだから結局だからある種内型の思考を手に入れてで内型の思考を手に入れるためにはちょっと客観的になるやや自分の上から見る視点が必要になってくるんだと書いてあるんだけどまあそれはそうだよねと、まあ、自分の目に入っているものだけじゃなくて 何か、その、もっともっと視点を上げて、俯瞰して自分を見て、ああ、あれもできるな、これもできるな、っていうふうに、その、考えることができるようになるっていう。だから僕、今回これを読んでた発見は、ああ、そうかと思って、なんか、 できない理由を考えてどうすればできるのかっていう思考にならないっていうのはある種なんか視野が狭いというか目に見えるところしか見えてないっていう話なのかってちょっと思ったのね。もっとある種客観的に俯瞰してみ見て自分を含めてその周りの世界を見ることによって。 そのああこれもできるかもなあれもできるかもなっていうしなんか発想がほんの少し手に入っていくのかなっていうなんかようやく糸口を見つけてきたぞみたいな話、うん、まあ結局客観視みたいな話になっていくんだけどね。うん、あとねもう一個思ってて、うん、今ね今日も。 このその図を見ながら自分がいつも最近似た図を出してるなと思っててでそれが何かっていうと今コルクスタジオの WebToon 作っていく中でみんなの強みを生かしたいですっていう話をしててでそこであの佐野さんが円,を円の図を作ってくれたのでそれが何かっていうと作者が書きたいことっていう縁があってで読者が読みたいものっていう縁がありますよねと。 でこの作者が書きたいものと読者が書きたいものの縁が重なる部分があるはずだとも<う>この、うん、この一点がの強みになるはずと、ね、それは作者も書きたくて読者も、ね、読みたいものだからってこの一点を探りましょうねっていうのをよく僕も言っているんですと、うんうん、でそんな中であこれも似たような話だなって ちょっと思ってて、うん、でその自分の書きたいものとか書けるものとか、まあ、自分の書きたいものっていうものとか、まあ、書けるものでもいいんだけど、まあ、ちょっと違うけどね書きたいもの書けるものって。でもやっぱりこ,これも割と固執しちゃうだろうなって。 思ってるのね、はい、自分の書けるものに。そでそれしか目に入ってないから。で僕今回ある種今週2週目でみんなが企画を出し直してくれたんだけど<い>で出し直してくれた人ってやっぱり結構柔軟に変更してきたなと思ってるの。そのかけるものをね自分の書きたいかきたいものっていうのをちょっとこう変更して。 そのある種少し形を変えて書けるもののバリエーションを作ってきたんだと思う,うん、うん、つまりその書きたいものと読みたいものの一点が重ならなくちゃいけないってで初回でそれを重なる部分がちょっとまだ曖昧だよっていう風なフィードバックをしてるわけだからうん、うん、そしたら自分の書きたいとか書けるものっていうのをちょっとずらしていく必要があるんだと思うんでその点を探るわけには同じことやったってそこはピンポイントに当たらないわけなんだ。 って、ね、なった時に自分の書きたいとか自分の書けるっていうものを柔軟に用意できるかみたいな時に,に似たような話なんだと思うのある種これ,これとこれとこれとこれは私書けるなっていうそのあるものの発想からだと割とそこから外に出れなくて。 自由が効かなくなななくくっっててるんじゃいいかなと思って,いてでもっと実はそのそ,その外にはまだ書いてなくて、うん、自分がまだ書いてなくてこれから書けるものっていうのがめちゃくちゃ無限に広がってるはずなんだよね本当はね,うね本当はそうだよね、うん、<laughs> 当たり前だけど僕も今ラブコメ書くの得意でラブコメとか女の子とかとか言ってるけど 本当は自分がかけるものってそこだけじゃなくてめちゃくちゃ無限に広がってるはずなんだけどちょっと考えにくいんだよね地球にいると宇宙のことがよくわからんみたいな感じで <laughs> <laughs> まあでもそうですよねやっぱあるものはわかるんだけどないものはわかりにくいっていうことなんだよな でもそこもも多分視点が狭すぎるんだよねもっとぐーっと視野を広げてきていって私事全部見てあ「後藤っていうのはこういうものを書いているわけなんだからっていうことはその周りにはこういうものがあるんじゃねと。うん、っていうことはそ,そのここら辺は神話性があって実は書けるんじゃねみたいなのをある種ちょっと視点を上げて見て、うん 言ってあげるとあ,あこれが今この私には必要かもなみたいなのが見えてくるのではないかみたいなのがちょっと思っていて、うん、なんかね例えばなんだけどやっぱり企画会議の中とかでもその 編集部ででずっっと苦労しててきたいいう人もいるわけですよなんか例えば自分の企画が全然通らなくてとかねでもやっぱり自分の企画が通らないってなるとやっぱりねこの「U」と「無」の視点で言うと「U」のところにすごく固執しちゃうんじゃないかなと思っててやっぱりさ通したい企画が通らないとその企画ばっか見ちゃうじゃん。 でも多分ねその企画が取らないのはねもうその企画じゃないところを取り入れないと、うん、そのもう変わらないよってことだと思っててその企画の中身ある、うん、見えてるところの中でごちゃごちゃやっても混乱していくだけで、うん、本当はもっと広いところを見て、うん、ないものから今足りないものを持ってきたりむしろ今あるものを捨てて。 ちょっとこうなもっと広いところから交換する必要とかがあったりとかするんだけれどももう今自分のやりたいこのことこれだけしか目に入らないっていう風になってくるとそれがうまくいかないよねっていうのがあって何か詰まったら何か皆さんお詰まりのことが。<laughs> <laughs> あればほとんどほとんどこの「うと「無」の考え方が関係しているんじゃないかっていうのを思った今週だった、うん、<laughs> どうですかねなんかだから多分これを例えば「あいや吉田<あ>どう思ういや今の「いや」いやはそんな <laughs> 半語とかの嫌とかじゃなくそうですねぐらいの嫌だったんうですよね後藤さん言いかけたことのねそうなんかさ自覚があるんじゃないかなと思ってるのそのんかできない自分を責めちゃう人、はいはい、そのでこれが話聞いてるともう一人の自分が自分を責めるんだとこれもできてないあれもできてないとできないところをと。うん もうそんなやついたらさマジで嫌だなと思うんだけどさそのもう一人の自分さでもそいつが言ってくるっていうとマジで難しいと思っててそそこから脱却するのが、うん、ねだってこれもうお前は今度だからできないんだよってできない理由を挙げてくるわけでしょう、うん、辛いですよね <laughs> <laughs> そいつを打ち倒してさ できる理由どうやったらできるかを考えるってむずくねって思うんだけど、まあ、あるしやっぱり視点をぐっともうそいつそいつが見えなくなるぐらい引いてもう引いてね何、うん、か言ってるけど何、まあ、かちっちゃいこと言ってんだともっともっと上の方から見るとあーなんかもうちょっと5キロぐらい先に行ったところにあれあるからあれを手に入れるとなんかうまくいくなみたいな。<laughs> <laughs> こういうい感じになっていくんじゃないかなと思っていて、うん、このないないとこ見ていくっていうのがですね有効な考え方なパターンが結構あるかもしれないよっていう話でした。<laughs> <laughs> いやこれマジで本当になんか僕の話もこうなるよねと思う一体これは何の本なのでしょうかっていう <laughs> <laughs> そうだよねっていうねそう読み方 このののの本本は物の見方一つを提供すするための本です読み方次第で何の役にも立たない本にもなればありとあらゆるものに役に立つ本にもなり得ると言えるでしょう <laughs> っていうまあ物の <laughs> 物の見方ってそういうもんですからねいやでもなんかその考え方とかだったらすごいすぐ取り入れられそうな気がするんですけど、うん、その 漫画とかでさっき後藤さんがまさにラブコメにとらわれていけはいけないのかもしれないと思ってその次の見つけ方ってど,ど,う,、ね、<laughs> どうしたら確信を持っていけるんですかねなんか総当たりだとかやれる,にやれるような,あのなんか考え方って結構総当たりができるじゃないですか、うん、これは A だこれは B だらしいだみたいな、ね、漫画だと みんなどうやって、例えば後藤さんがどうやって、俺はやっぱりバスケを書くべきだったんだって、どうやったらそういう、<laughs> そこに確信を持てるのかが何か。何かい,かいや、めちゃくちゃ面白いよね。だから、そうなんだと思うんだよね。そうたり的な考え方だと意外とだから、そう総当たりとはちょっと違うかな。自分の見えている 目,目に入るスキルとか、うん、なんかこう女の子可愛く描けるからとかなんかそ,そういう目に入るところからだとむ多分見つけにくく、うん、で、だからもっと引いてみるとえっ、ー、となんか自分が持ってないものってなんだっけだよねだから家の中にないものってなんだっけっていうところから考えることなんだけど。 僕が持ってないものなんてめちゃくちゃあるはずなんだよ。うんうん、よく考えたらめっちゃあるよね。そうで、ん、すとかもあ,で,もあ <laughs> できないしとか。いやー出てこない。でも不思議。面白い。これ出てこないんだよ。本当は無限にあるはずなんだよ。僕にないものなんて。でもあげようと思うと出てこないんだよね。こう,こういうことなんだと思うんだけど。どでも マジでいっぱいあるはずなんだよな僕が書けない書かないものってでもそれを一旦あげてみようってことなんだと思うんだよね。あなななるなるほどなるほどど確かかかにそそれれれははりやすいいもしれないで一回出せば席を切ったように出てくるんだと思うんだよ。そういえばこれも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 よく考えたら全然できねえじゃんみたいな。<laughs> <laughs> でその中でチャレンジすればいいっていう話なんだよ、うん、シンプルに。になんだけど目に見えてないものはチャレンジできないからっていう、うん、だからそこでその発想も及ばないものはチャレンジできないからね、うん、でよく考えたらこれも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 この手段もこの手段もこの手段もあるじゃんみたいなやってないやれてないだけでっていうねことで。 ございいますよね、うん、ととうこと、ねみ,んながね、みんな多分そうだからみんな書けるもの書いてきたものあるでしょうとまだ書い,いてないものなんですかって言われた時に、うん、多分結構むずいんだと思うんだよ。<laughs> <laughs> 無限にあるはずなのに。<laughs> 無限にあるはずだけどパッと言えるかというと <laughs>、はい。パッと言えるかというと出てこないっていう、うん、そ,その思考の癖みたいなのがどうしてもあるんだよね。なるほどね。どでその時にまあちょっとそれをでその中でさらにまあちょっと自分に近いものにチャレンジしてみるとかねっていうようなことなんじゃないのかなとは。 思うけどねいいいいや逆に近くなくなななてももいいのかもしれないなめちゃめちゃ遠いところに逆になんかいいルートがある可能性もあるしな少なくともそこに思いを馳せるっていうことが大事な気がします、うん、いやなんか視点にとらわれてるって絶対あるよね、うん 少、ね、なくともねだから僕これで結構目が覚める視点の広がりを感じる人は多いんじゃないかなと思っています。やっぱあるある方から考えがちだからあない方向ってこういう考え方すれば確かになるほどなーって思うんだよね。常常識識と非常識 とかねそのボケとツッコミとかも入ってんだよ <laughs>、ね。ツッコミとボケの関係が実はありとなしの関係になってたとかね。以上です。<laughs> まあちょっと僕の話がダメになるかわかんないけど本を読むとダメになるので。<laughs> お許しくださいという。そうですね。本を、本を読めばためになりそう、ね。<laughs> <laughs> こんなにも。こんなにも三十分ぐらい熱弁を震えるぐらいの。お役立ち度、を後藤さんが得たということは、きっとヒントになるはずですよ悩んでるし、ね。あとね、読みやすいっすね。あ、それは大事ですね。いや、僕ね、本当に思う、もう、なんか、僕、いろんな本をね、マジで。積んでしまうんですけど。うん うんそれでもね産行ぐらいは読むんですよ最初の3行。で最初の3行読んでまあ、ちょっと置いておこうって思うかすらすらその後読みたくなるかって結構やっぱ本によって違うなと思って <laughs> あ<ー>もうすって頭に入ってくる文体となんか難しいなってね。<laughs> まあ確かに。言うのってあるよね。そのいう意味ではすごく読みやすい部類に入る本だなって思いました。以上です。素晴らしい。じゃあ、めちゃくちゃ解決になったっていう人が、そんなに現段階ではいない気があ。<laughs> ま,あまずは、まずは本を読む <laughs> いやでもなんか似たような、うん、似たような疑問を持ってる人は意外に多いと思うのでもしかしたら本を読まずとも今のお父さんの話で確かにそういうところもあるかもしれないみたいな気づきになる可能性は、ねうん、ぜひ多くの方に読んでもらって感想を知りたいなと思っております、うんはい、ねまさか マイクがそんな使い方あったとはうそうなんですちょっと本当にマイクだって <laughs> マイクってこういうもんだって思いません <laughs> っていうずっとこうでしょって思ってたんですけどこんなことあるっていう信じられない <laughs> 自分の頭の中にあるイメージにとらわれたわけですねそうですね だってマイクうでしょうマイクですよ。こうでしょう。<laughs> こうだとは思わないんじゃないかな。僕がずっとこうやってやってたじゃん。<や> <laughs> 約九十回。なんでごとさんにこっから喋ったんだろう,うなんて思う。ごとさんほらもう縦じゃないですかそれ。縦だからもう <laughs> 僕の中では。<laughs> あ、よしきさん赤くなっちゃった。 失礼します。本物の盾だからこれなのかなって思ってたんですよね。はい、そうなんですね。恐ろしい。思い込み恐ろしい。しいそうでしょう。まあという話をしました。今日はね。では、皆さんね、ね今日の話でもいいなと思った方はぜひいいねと。 あとコメントなどもいつもお待ちしております。あとお便りもお待ちしております。チャンネル登録もまだの方はぜひお願いいたしますということと、ポッドキャストでも聞けますので、2回ずつ YouTube で聞いた後ポッドキャストでも聞いていただければと思っております。<laughs> 2>, <laughs> 2回ずつ お願いいたしますじゃあまた次回ですかねはい、はい、また次回ではいありがとうございました,ま,したまたね